今日はですね、え小、ー、田信長と、京都秀吉の時代に、えー、やってきた、あこの、カトリックのですね、イエズス会、えー、についてですね、ちょっと語ってみたいと思うんですね。これは、あの、日本がですね、どのように外来の宗教を受け入れたかというですね、その、トピックスですね。 あの、もちろん、この、外来の宗教が入ってきく最初はですね、ご存知のようにですね、この、金明天皇の時の552年ですね、あの、くだの生命王が、その、あの、日本にですね、仏像を送ってきたと。そして、蘇我の稲目がですね、それをですね、えー、ムのお寺に納めたと。 ところがですね、この物の部、物の部の動しという、えー、それは、えー、仏教に反対、現代を反対したわけですね。えー、なぜかって言うと、その疫病が起こってきたと。まあ、コロナみたいなあれですね。そして仏教を批判して、そうすると、えー、阻害の収めた仏像をですね、これを何度も堀に捨ててですね、 その、ブクハラの寺を焼くと、いうようにしてスタモンダのその仏教伝来があったわけですよね。の時にですね。ところが、その仏教はですね、日本に定着したわけですね。それから長い期間かかって国民宗教として定着していったと。また、その神道と言わしながらですね、国民宗教として、えー、来たと。 ところがですね、このキリスト教はですね、やはり日本の需要にほとんど成功しなかった。まあもちろん1%のぐらいのクリスチャンはいるんですけどですね、その仏教とか神道と比べてみると、非常に需要が難しかったということですね。そのことはなぜかと、 いうことをですね、えー、考えてみたいと思うんですね。えー、実は私はですね、この、えー、本が好きでですね、学生時代から、まあ、学園紛争もあったし、神田の町に出かけていってですね、そっちを立ち読みしてたんですよね。で、一つの、まあ、私は哲学が好きだったから、哲学の本を見つけると、立ち読みするとですね、 そこの店主がですね、サンライいか何かで、またせげ、せ払いしてですね、追い出そうとするから、また隣の神田の店に行って、同じ本を見つけて、すぐ隣のページからまた読むっていうふうにしてですね、立ち読みしてたんですよね。自由に古本を手に入れることができたと。まあ、読むことができたと。ところがアメリカではですね、こんなにも国土が広いにも変わらずですね、 この日本の方を見つけるのは本当に難しいんですね。あの、それで苦労しました。しかし、一見ですね、ロサンゼルスにいい、えー、店があって、そこからですね、時々、あのあ、えー、購入していたんですよね。ところが、この最近、その店も、あもう店閉めするということで、あの、もう、 その店主がですね、もう自由に持っていてほしいと、もう捨てるようなですね、ことで、えー、ただで、もうただで持っていてくださいっていう提案が来たんですよね。それで、じゃあ、その、あの、ご公演に甘えてっていうことで、その中でですね、何が、このメール、いろいろあったからですね、その中にですね、その、ルイス・フロイツという、 まあ、ちょっと聞いたような、聞かないようなですね。これは、あの、井上康史っていうですね、あの、井上久史ですね。井上久史っていうあの、作家がおりましたよね。彼が、我が友フロイスという本を100ページぐらいに出していたんですよね。で、そのフロイスというのはどういう人かというと、これはフランシコ・ザビエルのが、あの、来て、日本に来て、えー 来た時にですね、またそれから帰って、2年ぐらいで帰ってきましたよね。その後、この、やってきた、あの、カトリックのイエズス会のですね、宣教師だった。それがルイス、フロイスという人で、その人がですね、この戦国時代、このポルトガルの人なんですよね。これは、あの、しかし非常に、あの、 文章にた、えー、けてですね、その記憶力も良くて、この日本の、おあの頃のですね、えー、あ、えー、のー、織田信長とか、東大秀吉とかにみんな会ってるわけですね。それでその頃のことを書きつけて、もう本当に合計ですね、日本で出されている本が12巻あるんですよね。 それで、えー、私はその、お、風呂部屋の、店じまいする人の中から見つけてですね。それでそれを送ってもらったんですよね。そして、えー、読んでみると、もう驚くべきことがいろいろ書いてあるわけです。あの頃、あそういうふうに、えー、織田信長、豊臣秀吉について書いたっていうのは、 あまりないわけですよね。だから、あのー、非常に貴重な、あのー、文献なんですよね。それで、あのー、えー、そこでですね、あのー、しかし彼、彼が、もうすぐ努力すると。だから、本能寺の変なんかも、見ているわ、見て、まあ、知ってるわけですね。 そして、えー、えー、小田信長によ,よっては、ルイス・フロイスは非常にもう、えー、なんていうかあ、愛されてですね、しょっちゅう信長と会う。ところが、この秀吉、本能寺の変の後ですね、秀吉、秀吉は最初は、スト教は受け入れていたんだけど、後にですね、なって、もう、秀吉は、あの、だんだんと、 なんていうか、キリスト教を発壊するようになるんですよね。で、徹底的にもう気にしたのはあ、江戸時代、徳川家康ですね。なぜかということですよね。それが非常になんていうか難しい問題ですよね。このお、仏教はなぜ根付いたにもかかわらず、キリスト教はそんなにも織田信長に えー、非常に好意を持って受けやられたんですよね。しかしまあ読んでみるとですね、そのフロ、この、えー、フロイスの本を読んでみると、この織田信長という人はやはり戦国時代ですね、非常に荒々しい,い,い,い、びっくりするような、まあ、なんていうか、あの、このフロイスなんかをですね、安土城に この招いてですね、艦隊すると。ところがあ、その道を歩いていて、来た人、女性がですね、なんか、この前になんか、顔を隠しているような、なんか、そう、ありますよね。そういうイスラム教なんかもありますけど。ところが、非常におどけた一人の侍がですね、その、それを顔をパッと、顔のその応用取ったらしいんですね。 それを信長は見ていてですね、すぐ、切り捨てごめんって言いますかね。そういうのをフロイスは、フロイス、えー、は見ているわけですね。そしてまたこの、あのー、この村が,がですね、お兄さんがいたと。だからこのお兄さんとの間が、何て言うかあの、えー、あの、関係が良くなくて、お兄さんが何か彼にしてるようなことをしたということで,ですね。 彼が毛病を使って、で、お兄さんが訪ねてくると。その時にですね、あの、なんていうかあの、えー、そのお兄さんをですね、毛病を使っていて、そしてこの隠していた担当で彼を切り殺すというようなですね。そういうのもこのフロイスは書いてるわけですね。また、この、キリスト教を発害するですね、特に一連集の お坊さんがいるんですね。そして、えー、その日蓮宗のお坊さんと、えー、衆、え、問、ー、って言います、衆、えー、論って言いますよね。この討論する。あの頃、その信長の前でですね、討論するんですよね。この浄土宗の、あの、論客と日蓮宗の論客がどちらが正しいか、え、ええ信長の前で、 討論するとかですね。で、負けるとはですね、なんか <laughs>、負けるとそこで、なんかあの、切り殺されたかああ、負けた方を切り殺されたとかですね。そしてこの日蓮宗のそのお坊さんというのはものすごい人ですね。まあ以前は武士で、まあ日蓮宗の、あの、あなんというか、あの、もう敬意になって、信長は非常に えー、愛していた人なんですけどね。そして、それが、アブロイスなんかと討論、主論、と討論したときに、彼が突然起こってですね。そうで、その一連勝の、ああ、その、なんていうか、結物のこの、ーソーラがですね、立ち上がって、刀を抜いたとかですね。で、それをおさ、信長を治めたとかですね。そういうふうな話がざっといろいろ、 聞いたことのないような話が出てくるんですね。ああ、それでですね、あのー、いろんなこのカトリックの、この、これはイエズス会っていうですね、このフランスコザビエルと、このルイス・フロイスは非常に影響を与えたんですよね。非常に影響を与えて、あのー、だから、あのー、一説、 あの、本能寺の変はですね、もういろんな、あの、説があるんですね。なぜ本能寺の変が起こったかと。これはまあ、いろいろテレビでも、いろいろ、なんていうかありますよね。とか、イエス、いろんなあのありますけど。それで、あの、一人の研究者がですね、あの、なんていうか、この、イエズス会このカトリックのこういうフロイスとか、 ザビエルからの、これあまりにも勢力が強くて、彼らはスペインから、スペイン王から、なんていうか、あの、日本を征服すると。そういうふうなために、信長を使ったと。そういうようなことをですね、このけ日本の研究者は言ってですね。だからそれ、ところが、信長はですね、そういうふうにイエス会界から、 お世話になって、もう、なんていうか、すごい、えー、もう、天皇の次ぐらいまで、なんていうか、あの、一になったわけでしょ。ところが、だんだん傲慢になってきてですね、そして自分が神だと言い出したと。だから、その、安土城に参,する参拝すれば、病気が治るとかですね、なんか自分が神になってきたと。そういうことで、あの、 えと言うか、イエズス会は、何とあの、あのーあのー、信長をですね、この三秀、明智三秀を使って暗殺させたんだとかですね。これはちょっととんでも陰謀説なんですけどね。まあ、これは本当じゃないと思うんですね。もう40ぐらいの牛がありますからね。あの頃のこの、あの、一番本能寺の辺の 一番の、その、最近のですね、あのー、原因って言いますかね。それはやはり、この、室町幕府をですね、足利、義輝足利、義昭ですね。え、という字に昭っていうのは昭和の章ですね。義昭という。彼を、明智光秀が建てようとして、 それでですね、あの、あの、やったというそういう文書が最近出てきているんですよね。でそれが最有力じゃないかと。あとはその天皇が、あの、なんていうか、明智光秀を使ったとかですね。あの頃はもう、橋場秀吉とか、この明智光秀とかですね。もう、いろんな軍友が拡挙してですね。 誰がこの信長の次、また信長を乗り越えていくかという下克上ですよね。だからそれが、やはり、あの、本能寺の変の原因ですね。まあしかし、この、あの、ある研究者はもう亡くなりましたけど、その方が15年ぐらい前にですね、女性の方ですけど、あの、イエズス会が、このカトリックがですね、あの、何かの陰謀っていうことも、 書いてるんですしかしか、あの頃はもう、え、イエス会お金もないしですね。そんな力はないですよね。ただ、本当に影響を与えたんですね。影響を与えた。しかし、その、なんていうか、秀吉の時代になりますとですね、あの、秀吉はですね、あの、九州に、えー 死殺に行って、九州をなんとか、この島津、鹿児島津を征服しましたよね、鹿児島。それからその帰りにですね、博多あたりで見たら、本当に多くの大名がクリスチャンになってるわけですね。そして、有馬なんとか、大村なんとかという人はですね、大名は、その自分の土地をですね、なんというか、法王の方に、カトリックの方に、 死死しているとかですね。いろんなものを見たと。そしてまた、あのー、博多のあのあたりで、この日本人、えー、長崎とかですね。日本人が奴隷として、ポルトガルとかスペインに売られていると。それも見たんですね。そしてまた、このクリスチャンの力が強いわけですよね。それで、えー、えー、秀吉は非常に恐れ始めてですね。そして、あの、金世。 キリスト教の金星をあ、まあ、バテレン、なんていうか、あの、この、禁、え、制、ー、を、例を出したんですね。まあ、しかし、この頃、まだあ、ルイス・フロイスは、まあな、なんていうかのあ、まあ、逃れ、そっから逃れたって言いますかね。それから、イエスになると、もう、その、二代のヒデトーだかな。もう、あの頃になると、今度は <laughs>、 すごい迫害が、キリスト教徒にあるわけでしょで、秀吉の時もそうでしたね。だから、信長の時はもう、キリスト教は前世時代だったんだけど、その後、秀吉から、この、徳川になると、キリスト教が迫害されるというようになったわけです。それでですね、なぜそうだったのかということはですね、この、 山折哲夫っていうですね、宗教学者、有名な方がおられますよね。その方が言うには、やはりこの、えー、この外来宗教、仏教とか、キリスト教、いろんな宗教がですね、日本に入ってくるには条件があると。その一つの最も大きな条件はですね、日本にはこの山岳信仰があると。山はですね。だから、あー例えば、あの、インドでは浄土。 いますよね、これは西方自慢奥の向こ,向こうにですね、彼方に、あの、なんていうか浄土があると。ところが日本、中国になると、もっと現実的になるんですね。で、また日本に来ると、もっと現実的になって、その浄土は山の中にあると。だから富士山あるとかですね。そういうふうな山岳信仰、山の中に、なんていうか浄土があるというふうに変わる。 そこで仏教は受け入れていったっていうわけですね。ところが、これが難しいですよね。あの、日本、あ一神教の、なんていうか、キリシ教やユダヤ教は、一神教の神はそういう風な神じゃないですよね。それを日本人は難しかったということです。そして、その次にですね、遺骨信仰っていうのは日本はありますよね。遺骨。 死んだ人のですね、この骨をですね、この縄文弥生古墳時代とか、安えー、あずち、平安時代とかですね、この室町とか、そういう時代にはですね、まだ骨、死んだ人の骨っていうのは、まあ、あそう、あの、そうということはなかったんだけど、この、 10, 10, 10世紀、11世紀になってですね、この、あの、え原、ー、神とかですね、空屋っていう風な人たちがですね、これは盛んに広めて、この遺骨をですね、高野山の方に、あの、送るようにすればですね、浄土に行けるというようなことが、信仰が始まったと。だから私も、 それはしついてますよね。私の親族の、あの、葬式に私も日本に帰りましたけど、驚くほどのこの遺骨、遺骨を焼いてからの骨を、こなんて箸でですね、つまんで、それを入れて墓に収、えー、めるというですね、これは、あの、ごく、 最近みたいですね。10世紀、11世紀ぐらいから、こういうふうに、えー、骨をですね、高野さんの方に、また、これは、あのーあ、送れば、浄土に、えー、なんていうか、いけるっていうんですね。それを、私も驚きましたね。もちろん、ケースト教にもそういうのがあるんですよ。十字軍で行ってですね。 このあ、その兵士たちが持ってきた骨とか、これが成人の骨だっていうんで、それが教会に、えー、なんていうか、あの、収められるっていうのはあるんですよね。しかし日本の場合はそれは徹底してる。それにですね、この、あキリスト教はその世界を理解できなかったと。 この山折先生は言うんですね。さらに決定的なのは、祖先崇拝ですよね。祖先。日本は先祖を敬いますよね。だから、先祖がもう亡くなったけど、それはもう、まあそれはちょうど欧米の一心教の神のようなものに先祖がなっているというわけですね。だから、その、 祖先崇拝というものをですね、これは、キリスト教は、あの、理解が及ばなかったと。だから、あの、そのことを言うわけですね。だから、あの、例えば明治になって、えー、キリスト教が、を自由にも布教していいということになったときにですね、フランスの、あの、その、宣教 にはですね、二つの派に分かれたと。一つは横浜派って言いますね。横浜バンドっていう横浜派って言いますね。これはですね、このキリスト教の原理主義、ファンダメンタリストです、ね。これはマテオリッチ以来の中国のですね、この、えー、キリスト教の教理書をですね、日本に翻訳すると。だから日本の事情なんか全然関係ない。もうそのまま、 なんていうか、この、えー、カトリックの、それを中国的なものをですね、日本に、えー、あのー、布教すると。これは、横く派らしガチンですね。で、もう一つの派は、これは、えー、この前言いました、あのー、長崎派ですね。長崎。これは、隠れキリシなんかの、あれですね。あーこの隠れキリシの方法、もう日本、 えー、日本の土着さ作用な信仰ですね。それを重んじようと。それがあの、この前言いました、オーラの天主道の、あの、ブチジャン、ブチちゃんっていうあの、神父ですね。彼ら中心として、えー、それを重んじようと。まあ、しかし、徐々に徐々にカトリックにですね、教えていこうと。ところがだんだんだん、それがですね、また、 えー、西洋、その、フランス式の、えー、それを、隠れキスさんに教えようとすると、また、この隠れキスさんたちはアフ、アドヒザィス。えー、後に、もう、なんていうか、引いていくと。だから、非常にこの日本のに、あのー、このキリスト教を入れるということはですね、本当に難しいって言いますかね。 だから、あの、やっぱり、うまくいかなかったわけですね。